この間先月ですね、6月25日にサマースターアワードの東京予選が終わって、まあ、結果はちょっと5位っていう結果だったんですけれども、ここから今月の23日ですね、日本大会があるんですけども、しっかりそこで巻き返せるように今、日々行っているんですけれども、現状の体的にはノービスが終わって半年間、バルクアップをしてたんですけど、だいたいその時ノービスの時が43から4キロぐらいの間で、だいたい8キロ9キロバルクアップしました。で、そこから1ヶ月半ぐらいゆっくりかけて減量していって、まあ、大体今 46.7 キロぐらいだったんですけど、今はちょっと自分の改善点、日本大会に向けた改善点とかもたくさん見えたので、まあ、ちょっと調整をしながらやってるんですけども、現状の体的にはこんな感じですね。あんまり脂肪つきづらい状態に今なってるんですけど、しっかり筋肉の張りだったり、少しでもちょっと筋肉のバランスよく見せれるようにっていう感じなんですけど、まあ、お尻もしっかりもっと上げてバランスよく筋肉が見せれるように、はい、今行ってます。は8キロ9キロプラスになったので、今減量してだいぶこのウエアもブカブカになってきちゃったんですね。でまた日本大会が終わったらバルクアップすると思うので、これがまたちょうどよくなってくると思うんですけど、ウエアもそうだけどお洋服のサイズのアップダウンがすごくあるので、ウエアとかはたくさん持ってます。ブラトップはプーマです。あんまりその面積がお腹隠れすぎてしまったりだとか、もうトレーニング中もすごく代謝が良くてめちゃくちゃ汗もかくので、いかになんかもうウエアも軽くてストレスを感じないようなものを意識して選んでます。レギンスというか下のパンツなんですけど、これはビクトリアシークレットでトレーニング仲間がお土産でくれたやつです。これちょっとアミアムライトが入ったりとかして、ウェアも自分がテンションの上がるものを意識して選んでます。トレーニングシューズは今日はアディダスです。はい、サマースタイルアワードフィットネスの日本大会ですねが7月の23日にあるんですけれども、もう1ヶ月切って残り20日ぐらいなんですけれども、しっかり皆さんにいい報告ができるように頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。またね。